はい、どうも。ミステリ小説ご紹介チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。結構長い読書歴&ミステリ好きの私がネタバレなしで毎回テーマに沿ったミステリ小説をご紹介します。なお、今回はご紹介の前にご報告があります。AI によって生成されたこのキャラですが、最近いくつかのネガティブなご意見をいただきました。そこでこのキャラと他キャラ2つをご提示し、どのキャラが良いかという趣旨のアンケートをさせていただきました。その結果、ご覧の通りこのキャラではなくこっちのキャラが良いとするご意見が最も多くなりました。以上から今後はどうぞご登場ください。はじめまして、このキャラでやらせていただくことにいたしました。これまでのご愛顧感謝いたします。ありがとうございました。お疲れ様でした。それではセンス交代です。どうぞ。どうも、改めましてよろしくお願いいたします。イラストチックなニューキャラです。まだこなれていないニューキャラですが、どうぞ何卒よろしくお願いいたします。行き届かないところもあろうかと思いますが、ちょっとずつでもグレードアップしていきたいと思いますので、どうぞお見知りおきのほど。それでは早速本題に入ります。今回はミステリ小説関連賞受賞作2023から4年版3選です。ミステリ小説に関連する賞はいくつかありますが、今回はここ 1,2 年に刊行された作品でミステリ関連賞のうち代表的な賞を受賞したミステリ小説を3作品ご紹介します。面白そうと思ったら高評価、チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきましょう。スタート。まず最初にご紹介するのはこちら、僕らは回収しないマモン公平、東京草原社です。単行本の刊行は2024年3月です。この作品は第19回ミステリーズ新人賞を受賞したルナティック・レトリバーを含む5編で構成されたミステリー短編集です。あ、ちなみにコンタメ文学賞匠部門も受賞されています。作者のマモン公平さんは1999年アメリカ生まれで、現在東京大学大学院に在学中とのことです。単行本の表紙の折り返し部分の紹介文にはこう記載されています。数十年に一度の日食が起きた日、名門大学の学生寮で女子学生が亡くなった。密室状態の現場から自殺と考えられたが、小説家としても活躍し、才気あふれた彼女が死を選ぶだろうか。3年間を共に過ごしながら、孤高の存在だった彼女と理解し合えないまま、二度と会えなくなったことに思い至った寮生たちは、独自に事件を調べ始める。第19回ミステリーズ、新人賞受賞作、ルナティック・レトリバー、を含む5編を収録。大胆なトリックと繊細な心理描写で注目を集め、新人賞2冠を達成した新鋭による鮮烈な独立作品集。また単行本の帯には著者と同じ東京大学出身のミステリ作家各氏からの書評が記載されています。松川辰美先生、ダブル受賞で2つの個性を示す、あるいはダークな剛腕を、ここには多彩な色彩を、市川優斗先生、回収されないものに確信が潜む、推理の先追い抜く新たな才能、辻堂ゆめ先生、謎解きと人間ドラマの刹那的かつ必然的な融合に幾度となく見せられた、大倉孝弘、大崎梢、米沢穂信、参戦好委員賞賛、新人賞2冠達成。私の読んでみた感想ですが、まずタイトルの意味に感嘆しました。この作品全く別の物語が収められている短編集なのですが、このタイトルの物語はないんです。でも最後の一編を読むと、そうか、そういうことかと納得できます。題材は様々ですが、やはり現役大学生、 SNS 炎上やカエル化現象など Z 世代ならではのキーワードが面白かったです。まさに今現在の事象が題材になっているので、リアル感というか今感がたっぷりで、とても読みやすかったです。自分の価値観、物差しだけで物事を推し量ることはとても大きな危険や問題をはらむことに言及している感じで、昔の言い方で言えば社会派ミステリーって感じです。共通するテーマ、推理で回収されないものが通底していて、どの短編でも解決されない苦味を残します。いわゆる普通という思い込み、既
性概念を少しずつ覆していくような、普通未読されていた認識価値観が現れていく感じがして気持ちよくなる物語でした。いわゆる一般的な本格ミステリーでは各所に散りばめられた伏線をラストで綺麗に回収していく様を爽快感とともに味わいますが、この作品はそれをいい意味で裏切っていくものばかりで新鮮さが突出していました。確かに実生活ではそうそう伏線になんて気づけないし、伏線と分かったとしても回収したら大抵苦い思いをすることもあります。そんないろんな味の人生をかみしめ始める和光のための青春小説としても優れた作品と思います。未読の方ぜひ読んでみてください。続きも見てね。続いてご紹介するのはこちら、セミカエル桜田智也草原推理文庫です。この作品は2023年4月に文庫化されました。昆虫好きの優しげな青年がいわゆる探偵役となり意外な真相を解き明かしていく連作短編集です。第74回日本推理作家協会賞と第21回本格ミステリー大賞を受賞しています。実はこの作品シリーズの第2弾で、第1弾のサーチライトと夕方は第10回ミステリーズ新人賞を受賞しています。作者の桜田智也さんは1977年北海道生まれで、埼玉大学理学部を卒業され同大学院で修士課程を修了されています。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。全国各地を旅する昆虫好きの心優しい青年海老沢仙、彼が解く事件の真相はいつだって人間の悲しみや愛おしさを秘めていた。16年前、災害ボランティアの青年が目撃したのは行方不明の少女の幽霊だったのか。海老沢が意外な真相を語る代表作など5編を収録。注目の若手実力派が送る第74回日本推理作家協会賞と第21回本格ミステリー大賞を受賞した連作ミステリー第2弾。私の読んでみた感想ですが、人情味あふれる叙情派ミステリーとでも言えましょうか。昆虫好きな青年海老沢仙が探偵役として解く謎はどれも人間味あふれる話です。どの話も謎の設定自体がさりげない感じなんですが、それを解くための手がかりも実はかなりさりげなく配置されていて、あっさりとしつつもがっつりなミステリーでもありました。相変わらず伏線の回収が秀逸で、まさかの再登場人物に焦ったり、実はつながっている時系列をうやうやしく感じたりと、まるで文芸作品のような物語でした。どんでん返しもスマートで洗練されていて、無理なく納得して楽しめ、また人間模様もそれに融合していて切なくもなります。未読の方ぜひ読んでみてください。続きも見てね。最後にご紹介するのはこちら、ノウイットオール森バジル文芸春秋です。この作品は2023年7月の刊行です。とある一地方にある町を舞台にしているものの、その景色はものすごく多彩であるという特徴を持つ連作短編集です。何しろ単行本の帯には推理小説、青春小説、科学小説、幻想小説、恋愛小説であって、5つの物語が涙腺を刺激するって書いてありますので。作者の森バジルさんは1992年宮崎県生まれで九州大学を卒業されています。2018年にモノクロボーイと月嫌いの少女が第23回スニーカー大賞秋の優秀賞を受賞し、同作を解題開講した文庫1/2デュアル死にすら値しない目にお刊行し作家としてデビューされました。森バジルさんの別の作品は私の別の動画芸能どんでん返しミステリー2000にて、なんで死体がスタジオに文芸春秋をご紹介しています。単行本の表紙の折り返し部分の紹介文にはこう記載されています。暴力団に超高額な依頼料を突きつける女性名探偵、 M1 を目指す高校生コンビ、未来人から狙われる女子高校生、魔界を追放された魔法使い、人に言えない事情で失恋続きの30歳女性、同じ町に暮らす近くて遠い人たちが紡ぐいびつで熱量があって泣ける物語。また単行本の帯には作家の先生方の寸評が記載されていました。阿部千里先生、5つの同じで異なる世界、その構成に気がついた時正気かと目を疑った辻村瑞希先生、
抜群のきらめきに満ちていた青春小説のパートは見事だった。米沢ほのぶ先生、小説というものに必死に手を伸ばした作者の叫びが聞こえた。森江戸先生、チャレンジ精神と熱量の高さが素晴らしい。森見富彦先生、読者だけが知っているそんな構造を楽しんでほしい。霧島市という街を舞台に描かれる5つの世界は少しずつ重なり合い、影響を与え合い、思わぬ結末を引き起こす。すべてを目撃するのは読者であるあなただけ。私の読んでみた感想ですが、いや、面白さテンポ盛りで SF、青春、ミステリー、ファンタジー、恋愛とおよそ文芸とされるテーマをほぼ全て網羅していて、それが有機的に連続していることに感動しました。本当のバラエティとはこういうことを言うのだと声高に叫びたくなりました。個人的に推理小説と科学小説、幻想小説が特に面白かったです。これらの物語が全て示唆に富んでいて、多様なジャンルで構成された連作短編集でありながら、時代を超えて時空を超えて最後に全てがつながったフィナーレはもう圧巻の一言につきます。この誰もが主人公でかつ他の誰かの物語の脇役であることは実人生においても当てはめることができるので、読者という第三者的な俯瞰の視点を日常でも重要できていたら、自分の日常もまた物語であるってちょっとは思えそうな内容でした。日常の隣に信じられないくらいの非日常が転がっていたりする。そしてその日常は霧島市という一つの世界を共有しているので、全くジャンルの違う物語が別の物語の伏線を回収したりばらまいたりしています。あなただけが知っているというサブタイトルも秀逸。あの場面はどうだったっけ、この名前どっかでと読み進めながらも振り返るという味わい尽くす読書が新しみを感じました。この優れた構成力、構築力、筆力、発想力は圧巻で、帯に記載がある通りこの小説は選考委員への挑戦状だというのにも納得です。なかなかに前代未聞な読書体験ができて私はとても満足でした。未読の方ぜひ読んでみてください。続きも見てね。以上、今回はミステリ関連賞受賞作2023から4年版を3作品ご紹介しました。いずれも歴史あるミステリ関連賞を受賞した作品たちです。ご紹介した作品のリンクを概要欄に貼っておりますので、ご興味のある方はどうぞご利用ください。また、動画内でご紹介した別の動画へのリンクも概要欄に貼っておきますので、よろしかったらご視聴くださいませ。今回ご紹介の作品、未読の方はぜひ読んでみてください。新しくなったニューキャラとともに、今後ともどうぞご愛顧のほど何卒よろしくお願いいたします。それではまた。